文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、オルビットの新しいニューアルバム、ミニアルバムですね、セカンドミニアルバム、オルターエゴが23日で発売がされまして、CD の方とサブスクの方でもね、聴くことができますという形で、5曲ありまして、聴かせていただきました。4回連続で全部聴いた感じで、思ったことっていう形と、それからこんなのもあったらいいなっていう形で、述べさせていただきたいなというふうに思っております。はい。で、まずこの間メドレーがあって、そのアルバムのね、そちらの方をリアクション動画は撮らないので感想動画をさせていただいたんですけれども、その時に思ったのが、なんかジュン君とユンドン君のラップがね、特にジュン君のラップがもうちょっと多かったらいいかなっていう形のことを思っておりまして、メドレーの方ではラップとかのところはそんなに多くなかったけど、結構エクリプスであったりシェイディ、ね、フォーエバーあたりのラップの数はそれなりに多くて、アクセントとしていい感じになっているなっていうところではありますと。で、私がオルビットで上原淳君推しだっていうところのところもあるかもしれないんですが、そこを度外した形でも、淳君のラップのスキルっていうのは非常に強い武器になるので、そのすごい良い楽器だっていう形でね、考えてもいいかなっていうふうに思います。それぞれの歌唱力っていうのはすごく突出して良いんですけれども、特に淳君のラップのそのリズムの刻み方っていうのはかなり独特なので、すごくね、オルビットらしいサウンドっていうか、オルビット独自の路線っていうのは彼のラップにかかっていると私個人は思っておりますという形で、結構ね、前の方でも語ったというか、そもそも私がオルビットっていうグループに興味を持ったのが、ジュン君のラップだったので、で、そこにユンドン君のラップというのがあって、ジュン君が炎のラップで、ユンドン君が水のラップみたいな感じのことを、これを今言うと鬼滅の刃っぽいなって思ったりするんだけど、そういうことを思ったんですけどもね。で、ジュン君のラップとユンドン君のラップの掛け合いというのが、特にシェイティというね、2曲目でなかなか顕著でありまして、そこのところがなかなかいいかなと思います。で、ちなみにそれで、で、いわゆる前作の、エンチャントですね。ミニアルバム1作目の方が、そちらが、クリエイターの人が言ってたのが、いわゆるその昆虫とかそういう花とかそういったところの世界観で、結構その神秘的な感じっていうのを表現したっていうところがあったようなんですけれども、ある意味こうね、ミクロな世界観っていう形で、エンチャントの方は描かれていて、かなりこうね、フィクションが多めっていうところのこともあって、だいぶ耽美的な世界観がね、さらに加速されていたなっていうところがあったと。で、私としては、どっちかっていうと、ラップがもうちょっと多くてもよかったなっていうふうに前作は思ってまして、今回に関してもラップが少し増えてはいるんですが、正直もうちょっと多くてもよかったなとは正直思いました。で、オルターエゴに関しては、いわゆる自我みたいな感じのこともあるけど、内省的内省的な部分ではあるけれども、最後の5曲目の花っていう楽曲が象徴されるように、要するにこう外に向けて、アウター的な、そういう外に向けてのそういうやり方っていうのを今後打ち出していくっていうことを少し示唆していく、いるのかなっていうようなことも思いました。前回のエンチャントが花だったりね、昆虫だったりっていうのが多めだって話なので、いわゆるつぼみ状態だったところを今回オルターエゴでちょっとずつ開いてきて、で、花っていう楽曲でバンって開いたみたいな、花とね、花だったりするんですけども、この花っていうのは韓国語の1っていう意味の花で、be the one って言ってるので、その1、花っていう意味の一つさっていう風に歌ってるからね、一人じゃない一つさっていう風に、そういう部分での花だと思うんですけど、花だというふうな、そういう隠語として、込められていてもおかしくないかなっていう感じで、そうですね。5曲目は結構異色な感じで、アレンジもね、パフォーマンスの時とは変えていて、非常に盛り上がりそうな楽曲だなというふうには思います。ね。で、1曲目から4曲目に際して、やっぱオルビサウンドっていうのが出来上がってはいて、非常に耽美的でね、繊細で、素晴らしいサウンド感ではあるんですけれども、ちょっとね、同じような感じに聞こえるっていうところが、多分普通の、一般の人から聞いたら思っちゃう可能性っていうのがあるので、例えばですけど、ここ最近の流行りっていうのもあるんですけど、ギターロックみたいなアレンジをしたトラックを使って、それに乗せる楽曲を、書いてみたりとか、それからもっとゴリゴリな感じのね、1作目のアルバム、O2 の時のショーオフとか、あとジュン君の
あの楽曲ね、ダブル20みたいな感じの、そういう楽曲を1曲入れてもよかったかなっていうふうには思いましたね。あの多分アースの方というかオルビのファンの方にはこの感じが一番すごくね合ってると思うんですが、次の作品にやるときにちょっとロックテイストとかこうゴリゴリに上げる感じのやつとかをね、花はこの上げる感じっていうかみんなで楽しもうっていうやつなので、またこうゴリゴリに上げる感じっていうのとは違うところにいるので、まあそういう楽曲を今後また作っていけばいいのかなっていう気がすると思います。でサウンド的には本当に素晴らしいので、これがだからうまく広まっていけばいろんな人にアピールしていければっていうところはあると思うので、やっぱそこは絶対に必要になってくると思うんですよね。私自身も今現在 BE:FIRST をあの第一に応援しているので、ボーイズグループっていうのは正直すごく増えてますね。あのオクトパスもね、日プツー出身の子たちで INI に続いてデビューもしましたし、だからそういった中でオルビットが独自の路線というか、あの生き残りというべきかな、まあ要するにそれをやっていくにはやっぱりあの個人事務所だっていうところのメリットを大いに生かしていくべきかなっていうところがあるので、例えばサウンドチームとかに関しても O2 の時のショーオフはあの結構ね、あの外国の有名なトラックメーカーの人に頼んだみたいで、だからかなり異色なトラックだったわけですよね。でそういう感じで、まあ、これは私が勝手に思ってるだけなんですけど、例えばそういうなんだろうな、トラックメーカーとか音楽を作ってる人っていうのは、まあ、日本含めどこにでもいるので、オルビットのあの楽曲にあのトラックを提供してくれる人とかを1曲でもいいのでちょっとオーディションみたいな感じで募集してみるとかして、ちょっと新しい風を入れていくっていうのがあればいいかなっていうのと、あとそうですね、結構そのやっぱりオルビットに関しては音楽で語って、それであのまあ実直にアピールしていくっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ってるので、あの例えばジュン君とかもね、あの曲とかで多分そのまあジュン君だけじゃないと思うんですけれども、多分アルバムのコンセプトとかに合わなそうな感じだからっていう意味合いで、その多分お蔵入りにした楽曲とかね、たくさんあると思うんですよね。でそういったこととかを、でみんな多分そのね作詞作曲とかをたくさん鍛えていると思うので、まあそこの部分を例えばですけど、もっとスピード感を出してアルバムっていう形じゃなくて、まあ、個人名義とかでも良かったりするかもしれないですけど、それ出してみたりとか、そういう動きを今後していくべきかなっていう、例えばそれが大手チーム賞だと、例えば個人とかユニットを組んでそれで出すっていうのは難しかったりするかもしれないんですけど、多分個人事務所っていうものの強みはフットワークが軽いっていうところだと思います。それに関してはBE:FIRST もそうです。だからあの音楽を作るスピードっていうのを、例えば US のアメリカとかのトップのヒップホップ系のアーティストとかは1日にね4曲5曲とか書いたりするのは普通だったりするんで、まあ、そこまでやれとは言わないですけど、あの音楽を作るスピードを上げて何かそれを例えばどこかで披露するパターンっていうのを増やしていくっていう、でそれ実直にあの音楽で、まあ、ミックステープっていう言い方をヒップホップ界隈では言いますけど、そういうのをやっていくのがいいのかなっていう気がしますね。それがオルビットらしいのかもしれない、音楽で勝負するっていう意味で。でそうなってくるとやっぱビジュアルがいいので、やっぱビジュアルのところも含みでオルビットは注目されがちというか、まあアースの方はほとんど皆さんそう思ってらっしゃると思うし、私もそう思ってるんですけど、やはりそのアーティストっていう形でビジュアル込みだけど、ビジュアル抜きで音楽だけでも語れるっていう感じに、そういう風にオルビットっていうグループはシフトしていくべきなのかなと、まあ個人的には思っております。そうなってくるといろんな楽曲を作るべきだし、その際にサウンドチームとかもいろいろ募っていけばいいかなっていう気がするので、だからその例えばオルビットの楽曲にさっき言ったその何でしょうね、ちょっと一般募集みたいな感じでやって、それで新しい風が吹いたりすると、またそこからねその一般層の人たちとかでオルビットって面白いグループがいるよみたいな感じで広まっていく可能性があるかなと。これ私が今勝手に思ってるだけなんで、そういう予定があるとは思いませんけども、そういう感じで思ったりはしました。で総評としてオルターエゴ自体は非常にオルビらしいサウンドのアルバムでございまして、ミニアルバムでございまして、個人的にはもっとゴリゴリのギターロックみたいな感じのトラックを使ったやつだったりとか、あとラップは少し多めになりましたが、もうちょっとラップが多めになるとさらにそのオルビットの色っていうのが出るかなと私個人は思いました。で花はとても異色な楽曲で、今後のオルビットのその広がりというのを示すためにいい楽曲かなと思います。はいはい、では、よかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。